法制史上曲がり角の一つは足利義教である。吉野家でそういう人物だったんだ。吉用、応援29年、特政を行い、御成敗上場というものを定めていると。そこで宣言するのは、訴訟における利費の究明の重視。訴訟において、まあ、基本的に室町幕府の訴訟って割合ええ加減で、シンクロ走るでも、政所に近い方が勝つという言葉があって、蜷川信右衛門さんが、まあ、政所に近い方が勝つんですけどね、というふうに言ってて、伊勢守定宗が、伊勢シンクロに対して、まあ、お主が、申請するのは倒産でもないが、政所トップの伊勢守定宗が、いとこのシンクロに言ってますけども、有力者に近いものがという感じなんですけども、まあ、吉用の頃、この訴訟における利費の究明といったことを重視するということを宣言する。で、それによって、まあ、そのためには幕府分制度を拡充するという話を、吉用検事は言っている。で、吉用はその吉用が手をつけて、その直後に彼は、すべかほんなくて、まあ、ほんなくないです。大江35年があるから、吉用の死後、吉用はその創造性をさらに進めていると。どういうことかというと、吉用師匠は、かつて、この古代法と中世法、やったかな、両方の中で、成文法、古代法では成文法では律令なんですね。その律令というのは基本的に世界的、都市的。それに対して、中世法というのは慣習法であって、地域的、農村的である。成文法によって慣習法であるし、中世法というのは非常に地域的、その地域にしか通用しない。世界レベルで地域にしか通用しない。さらに、都市的というのはいろんな人々がいる。そういう社会の。農村つまり、まあ我々単一な。そういうところでしか通用しない。非常にローカルな法律であると。いうのは石本首相の議論です。それで、片野博士は、中世法は確かに具体的、個別的であって、方言や判例の蓄積に無頓着である。だからまあよくネタであるのは、現代人の、例えば佐藤真一、木内鈴木編の、中世法制資料集2のを持ってタイムスリップしたら、百戦百勝やと。鎌倉幕府が出した判例をぐわー蓄積してるから、現在わかってるだけの。実は鎌倉幕府はそういうのを彼ら持ってないんですよね。どうやら。判例を蓄積してないんですよ。だから、矛盾する判例もいくらでもあるし、そういったものを基本的に無頓着だよ。ところが、室町時代後半、足利義教の時代にそれが変化を進めていく。規制法から規範なる法を発見し、解釈、適用していこうとする、準法理主義的傾向の台頭つものが見られる。というふうに言ってますね。準法理主義的傾向、つまり規制法の中から何が大事かという、どの法律が重要なのかということをこう発見し、その規範なる、だからこれ規制、公言とか、あるいは判例の蓄積も無頓着が今度できないよね。要するに判例をこう、過去の判例とかこう徹底的に調べた上で、規範なる方を抜き出し、解釈、適用していくことをする、準法理主義的傾向が始まったのが、吉野の時代である。吉野っつうのは、意見の制度化。意見を与えられた、この御前略記録っていう資料あるわけですけど、この中では、外様衆4家からなる評定衆、あるいは奉行人。こういった人らの評議を経た上で、意見状というのが上呈されて、それをもとに吉野家は決裁するということですね。専門家である評定衆や奉行人たちが、殺して評議した上で、意見状が上呈される。で、この意見状に基本的に吉野家は逆らわない。というシステムですね。この準法理主義的思想は、いや、実は、規範なる法とかを、法を固めておいて、規範なる法とかをチェックする。だから、それを解釈していく。そういったものは、公家の名望喚問なんかそうですね。あるいは、形式上公家最後は吉典が決裁する。こういうのって実はまあ昔からあると。どういったことを考えると、吉典の時代に準法理主義的思想が生まれたらすげえけど、その辺ではあまりオーバーレイトするわけにはいかない。代表はするわけにはいかない。さらに桜井英司は、その吉典の、決裁には公正さと確定された論理を見られる。というふうに言ってるので、まあこの吉典の政治の、まあ、過大評価はできないが、ただ、専制執行の為政者の方が合議表現に熟知している通点が、ね、非常に興味深いというふうに言ってます。私は実はここにちょっと、こだわりがあって、吉典って専制執行をやったんかなと、私は実は、
彼は結果的に宣誓せざるを得ない状況に追い込まれたんじゃないかなということを実は考えてて、これ私ブログに書いたんですが、やはし義則というのがあって、非常に厳格に人々を処罰していく足利義持に対して、義則当時、奨励院門跡、義援時代の義援が一生懸命こう取り出しをしてるシーンがあるんですけども、吉野家は最初から先制志向だったとか、そういう感じとは私は思えないですね。結果的に先制にならざるを得なかった。だから、この実は、御前落挙記録、御前落挙法卒の永久4年で消えてるんちゃうかな。これは、たまたま記録が見つかってないんじゃなくて、なくなってるのね。だから、永久半ば頃に、吉野家の姿勢に大きな変化がある。まあ、それを一般には、永久5年に、畠山光家が死に、司馬遷が死に、永久7年に、萬斎が死んで、吉野家のブレーキがなくなっていったというふうに言うんですけども、それもちょっとなんか違う。吉野家が誰に対して宣誓していたのかというのも、ちょっと詳しく見ていかないかなと今考えております。まあ、もうこれはどうもミネルヴァの方では、まだミネルヴァの人物像の新しいのが立ってないんで、見てないんですけども、どうも、ミネルヴァの、人物評伝説の足利義教では、私たちがもう、書くことが一応発表されてるんで、もう言っちゃうと、足利義教については、この先制思考というふうにまとめちゃうのはちょっと違うなと思ってます。ただ、問題は、それを義教がそういう先制思考ではないということを明らかにした結果、何が見えてくるのかということですね。そこがないと、論とは言えないと、東山さん言ったはって、確かに興味の世界にとどまっちゃうのなということで、その辺はちょっと考えなきゃなりませんね。吉野家を見直すことで何が見えてくるのか。これはこれからのあれですね。実は、乱世っていうのを読む人が読んだら、現代の、問題に対してどういうふうに考えても実は読めてくるんですね。乱世っていうのでも、なんか、ご飯の分とでくちゃくちゃ言ってるよ、という読み方はもちろん歓迎ですけども。それだけじゃない、いろんな読み方ができるようにしてあって、例えば5段階に分けてあって、レベル5の人は今のところツイッター上で1人だけ見かけてるだけなんで、多分、そこまで読む人は多くないんだろうな。いや、東島さんも一つこと言ってくれないと、多分そこまで読んでないんだろうな、と、実は思っております。5のレベルまで読んでないんだろうな。5のレベルまで読むと、要するにこれは、この人は、天皇制の存続の理由について、かなり、自分なりに、いろいろ考えてんだろう。天皇制の存続、天皇制の問題なんだろうな、というのは分かっていただけるんですよね。下記の乱以降、評定衆が衰退、奉行人が台頭してくる。奉行人、異能使とか、あれですね。で、応仁の乱後の御前里では、将軍臨席の評議もなくなって、意見は奉行人がやると。で、足利氏の時は内弾衆がやると。ということであって、専制君主、吉野家の組み込んだ評議、意見の制度は、吉原の頃には官公雑体されてしまって、全く姿形が変わったものになってしまうと。これは、次のところでやるみたいですね。吉野家っていうのは歴史の曲がり角でもあった。ただ、これ例えば、前期室町幕府、後期室町幕府というわけで、後期の室町幕府っていうのは、細川政権がどうたらこうたら続けるに関しては、実は批判もあるけども、とか、そういう話なんですけど、何よりも変動というものは、表層の政治史じゃなくて、もっと深い次元で起きているものであると。例えば、諸の沙汰に関する裁判権的な立法っていうのは、15世紀中期までであって、義教の頃にこういう裁判規範的な立法っていうのは行われるが、義政期になると、徳政エリゼニーレなど、政所関係の立法が増えてくる。下記の徳政令、足利義勝の時代っていうのは、これは、細川持之が出したんですけども、下記の徳政令、これが徳政の大法というふうに言われるんですね。で、幕府法が他の法より上位にあることが意識されていく。林真氏はそれを幕法の大法化というふうに言っている。で、伊能為胤、あるいは伊勢貞親、こういった経済官僚が誕生してくるのも、こういう幕法の大法化、徳政の大法、徳政エリゼニー関係の、政所関係の立法が増えていくことと関係あると。
思えば、この林真氏によると、この伊佐定親綱は武一特政令というものを出して、幕府財政と倒した演武ですね。もう結城正美さんのシンクロを走れても、この伊佐定親綱の武一特政については、蜷川近元と、それからシンクロの弟である伊勢弥次郎の二人が解説してますけども、武一特政令について、おじうやとか言って、伊佐定親綱が出てきてます。同時に、この伊勢氏、それから、小笠原氏、この小笠原氏っていうのは、小笠原備前神家であったりね、シンクロ走りでも出てきてますけども、小笠原備前神正清というのも出てきます。で、この小笠原正清というのは、の娘が、あれですね、伊勢シンクロ森時の、妻になるんですね。で、後の伊勢氏実の産むわけですが、この伊勢氏、小笠原氏が職場した武家古実の重視。この小笠原流、小笠原正清の子孫というのは、細川家の家老である細川少佐、小笠原少佐につながります。だからこの小笠原氏、それから伊勢氏っていうのは室町幕府は滅亡するまで武家古実の専門家として、で伊勢氏は幕府が滅びた後も、江戸時代には武家古実、こういったものを職掌として江戸幕府に使えているんですね。で、武家古実の重視、あるいは式目注釈書などの解釈学。こういったものの、例えば、伊勢定宗とかもそういったものをですね、シンクロのいとこにある伊勢定宗とかもこの本をたくさん出してます。室町後期の認識論的な転換。新田一郎氏が述べたこの、認識論的な、なんか難しいですね、言ってましたね。覚えられなかった。カタカナのあれは。認識論的な転換。純法理主義的傾向の態度とパラレルのものである。なかなか難しい話をしてますけども、まあ、突然、伊勢定親とか小笠原正清というような武家古実の専門家つまり一朝一夕にパッと出てくれん。そういう意味で伊勢氏つうのはものすごい室町幕府のあり方に関わった人物ね。この伊勢定親つう人物はここでは述べられてませんが、伊勢氏というのはもう一つこの武家古実の重視というこれとそれからこの武徳政令の問題、経済官僚プラス当時の北海道東北関係の取り次ぎを一手に引き受けてるんですね。南部氏との関係を取り持つのは、伊勢から大立ちに移るわけですが、大立ち氏なんですね。シンクロを走るに大立ち久氏が出てきてますが、その久氏の息子も、実は、北方氏では、実はこれ、重要な人物ですね。うん。伊勢定親、それから大立ち久氏。このあたりの人間は、これからちょっと中世北海道史研究するときにも、この伊勢っていうのは、ちょっと伊勢、それから大立ち、ちょっと注目しなきゃならない人物であるというふうに思っております。はい。吉井紀は、独裁のイメージがあるけど、そうじゃなくて、表情集なんかをちゃんと整理したということですか。独裁のイメージは強いけども、そういう合議制というものを、きちんと人間なんだよ。ただ、それはちょっとそこを課題評価するわけにはいかない。というのが東山さんなんですね。ただ、東山さんは、興味深いのは、そういう吉野里みたいな先制思考の異性者の方が合議、評議の必要性を熟知していて、そういったものをやるつ話なんですけども、私は、吉野里が最初から先制思考をやったか言ったら、多分違って、結果的に彼は先制の方に行かなきゃならない。やってもいいかな。で、私、と思ってます。で、これはね、多分、吉野里は、最初に行くのが、公家なんですよね。その先生というか、恐怖政治家たちに向かうのは公家なんですよ。だから、当時の乱れた朝廷をこう、立て直すために、その責任者である公家たちを、殴りつけたっていうのが、私の考えですね。表題が正当性の変化になってますが、これどういうふうに正当性が変化するんですか？最初のこれでやると、エセが正当性思考というのが、まあ、公武統一政権、それから祈祷、それから、まあ、民事訴訟、逮捕、そういったふうに変わっていくと。要するに、吉光の頃は統一政権を作ると。京都市政権。吉持の時期は、いろいろ考えるけど、最終的に義持は祈祷というものに正当性を求める。で、その結果、汚れ感の増、早い地区プラス汚れ感の一体化。
と増幅。で、吉野家の頃には民事訴訟とか逮捕というものが意識される。そこが、吉野家の正当性の主張だったということですね。法治主義ということですか。吉野家は法治主義ですね。吉野家もそれを施行したんだけども、吉野家の場合は、この大江の外交と大江の基金という、従来型の大問題に対応していく中で、通り、行く。で、それは何をもたらしたか言ったら、汚れ感プラス、最大式の増幅であると。そのところって難しいですね。難しいですね。東野の議論は基本的に全部難しいですよ、これ。今日のところは特に難しいですね、やっぱり。次回はちゃんと、もうちょっと、マイクを使います。はい。お願いします、はい。さて、では来週ですが。来週は、吉政ですね。吉政、それから、戦国大名。今川と六角か。今川義元、それが六角上庭。それからまあ北川殿なんかに出てきますね、はい。物流構造の変動と転換期としての15世紀後半。それから戦国大名と抗議の行方。次のところはパラパラって見るだけですけど、あんまり理屈がどうのこうのというよりは、具体的な人の名前が出てくるから。清島さん、静岡県社とかなんか自治体書書いてあるの？質問が一個あります。はい。判例の集積は、万所内の機関においてなされるのですか？あるいは、伊勢定しかなどが、家職、家の職としてコレクションしているんでしょうか？万所、だから、育ち方だけじゃなくて、そういうの、武教人として、伊能とか、あと、なんか、何家か、何個かの家でやってるんで、幕府としてやってるんでしょうね。各家が置いてるんですか？判例集を。どうなんでしょう。ちょっと今で公文書館みたいなところが。そういうものはないからね。まあ、幕府の文庫みたいなものあるかもしれんけども。貴族の日記みたいに各家で、秘伝屋いて自分のとこがずっと持っていく。もうちょっとオープンだと思います。もうちょっとオープン。うん。部内諸州なんかも、だから、お互いがしっかりしてるのは事実だけどね。大立市と伊勢市にそれぞれ、まあ、部内諸州が、の集積がずらーって。で、現在残ってるこの判例集も基本的には伊勢とかの家にこう集まってるから、確かにそう言うたら、伊勢さんとか、伊能さんとか一生懸命集めてるやつが、まあ、お互いにこう、こう映し合ったりしてるのかな。大立市の持ってる記録の中に結構伊勢さんから、借りてるのあるんですよ。で、この判例っていうのは集積されて伝わってるもんなんですか？この町幕府にはそこそこ、まとまった文があって、それが、内閣文庫というのが入ってますよね。じゃ室町の判例集のようなものは残ってるんですね、資料として。それが残ってます。御前落許法書とか、今ちょっと山の中に漏れてるわ。近藤出版社からそういう判例集のやつが出てますわ。それから、松崎らっしーが編纂した、室町幕府奉行人法書修正っていうのもあるんで、結構そんなに修正が変わったんですね。また、明さんのあれか、当時百物とか入ってるから、引き付け集ですね。引き付け資料集。なんとか引き付けという形で、集積はしてたみたいですね。まあ、割合するぞ、家ごとかな。